いや、昨日あの後終わった後にみんなで話して帰るのめちゃくちゃ遅かったんだよね。なんか朝ぐらいになってたよ。ペコーラもさ、なんかわこれ帰ろうかどっちでもいいなとか思いながらも、なんだかんだずっといたわ。そう、女子会してた。なんか話をして、なんかキャ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 って言ってた。まあ実質なんかスイちゃんとマリンがめっちゃ喋ってくれてた感じだったけどなんか喋ってくれて、時々振ってくれてみたいな。ペコラとかアカ先輩に、いや楽しかったよ。あ、こういう会話するんだなっつって、普段みんなコラボとかの後とかに楽しくこうやって話してたんだなって思うと楽しかったね。また遊ぶ機会があるといいな、それは思った。いや結構緊張しちゃうかなとか思いつつも、顔は見れなかったけど、ペコラなんかくるくる椅子だったのよ、回るような。でも最初なんか顔見れないから結構パソコンの方ずっと見てたの。でも話は聞いててみたいな。でも途中からはさすがのペコーラももう慣れて、内側あれ見て、内側見て、へえそうなんだねって言いながら聞いてた。で2時間以上いたよあの後。スイちゃんね面白かったな。なんか床みたいなところに寝そべって、なんかマリンの大きいぬいぐるみ枕にしたりとか抱っこしたりとかしてね、なんかね自由で可愛いなって思った。でもめっちゃ喋るっていう。いや、マジ喋ってくれて本当に良かったわ。ペコちゃん手塩おにぎりを食べたの。いや、マジあれさ、ペコーラ、本当嫌がってくれると思ったの。そう、いたずらが失敗してしまった。そう、赤先輩からもなんかライブに出てくれてありがとうって言って、なんかスキンケアのやつなんかくれたよ。わわわ、マジかと思って、ありがとうございますって。なんかすごい高そうなやつ。いやでね、みなさん、ペコーラ今回のコラボで分かりました。多分ね、アクタンね、ペコーラのこと結構ね好印象に持ってくれてる気がするわ。なんかあのペコーラのバージョン 3.0 のさ、お披露目のやつの、なんか進撃の巨人のあのやつあったじゃん。今年一番笑ったくらい、あれ面白い、楽しいって出てすごい面白かったんだよみたいなの言ってくれて、話してる時に、マジでみたいな。あれもしかして結構好印象持ってくれてるのかなみたいな。ペコーラのこと好きすぎだなって。ペコーラももうね、もうなんてこの子は気の使える可愛い子なんだと。しかもなんかあの紹介が終わったたこ焼きとか盗み食いしていってるからね、普通に。食べたくなっちゃった。